を見たんだ。それぞれの暮らしの先で、あの日の続き、再会の日、待ち合わせまでの時間がただ過ぎてゆくたびに胸が高鳴る。雨上がりの空見上げれば、あの日と同じようにかかる七色の橋。ここでもう一度出会えたんだよ、僕ら繋がっていたんだ。ずっと話したいこと伝えたいことって溢れて止まらないから、ほらほどけてしまうけど、始めるよ。